はい、こんにちは、やすです。このチャンネルはですね、こう、日本酒をたくさん飲んで、こう、この味がしたよとか、美味しかったよっていうのを、日本語と英語でこう伝えるチャンネルになってます。で、今日はたまたまこのですね、秋田県の山本酒造店さんの、山本生原酒純米吟醸ピュアブラックと、これ倒れそう。岩手県の南部美人プラス B が作っている南部美人の藍山があるので、勝手にちょっと飲み比べていきたいと思ってます。というかで、ピュアブラックの方からいくんですけど、なんか今日のにこの2つ2本とも、もうボトルがむちゃむちゃかっこよくて、個人的に好みです。なんでちょっとこういうことになってるかっつうと、いまいちまだどういうふうに動画を撮っていいのかがわかんない。そのベストロケーションとか位置とかアングルがよくわかんなくて、毎回いろいろ試行錯誤してて、このカメラに映る、カメラっていうのも iPhone で撮ってるんですけど、どの位置でやったらいいんだろうとかって試行錯誤してるんで、毎回微妙に違って見えたりしてると思います。はい、まず考えます。お前が。乾杯です。山本の方は鼻にぶつかったサイダーみたいなフルーティーな香りがする。多分その爽やかな香りがする日本酒を嗅ぐと、どうやら僕の味覚じゃない、嗅覚か。嗅覚は、あ、ソーダみたいな香りがするねっていう風に 反応するみたいです。で、味の方が、ああ、爽やかジューシー。いいね。なんか、爽やか系の、あ、でも、ジューシーだ。お米の旨味というよりもジューシーだ。おいしい。あ、で、いつも通り鏡クリスタルのグラスを使っております。では、南部美人を。南部美人、多分飲むの初めてかな。お店、ご飯とかで、お店とかにご飯を食いに行って、基本ペアリングでお願いしたりするときに多分出てると思うんで、南部美人自体を飲むのが初めてですってことは多分ないと思うのですが、飲んだ記憶は全くないので、初めてということにしましょう。乾杯です。アイアムの香りがする。いいな。で、あー、うま、すごい。この南部美人、アイアマって独特の甘みの香りと、お米のうまみの甘い香りと、うまみの甘い味がする、というふうに認識をしてるんですけど、僕は。ぶわーってそれが広がって、でもスーッと消えていくから、すごいうまい、このお酒。もうこれ、もう自分のリアクションからしてどっちを選ぶのかがもうはっきりしちゃってますね。ああ、いいわ、やっぱ日本酒は。南部美人の藍山純米吟醸ビューティーシリーズが美味しいと思います。むちゃ勝手に選んでますんで。で、山本も全然むちゃむちゃ美味しいので、酒屋さんで見つけたら両方買ってください。飲んでください。で、逆にこの日本酒美味しかったよっていうのがおすすめがあったらコメント欄に残してもらえたら嬉しいです。今のところ2本おすすめしてもらって、ちゃんとその2本飲んでます。で、皆さんにちょっと応援してもらえたら嬉しいなと思っておりますので、このチャンネル登録
このチャンネルを登録してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。まあそんな感じかな。じゃあね。